こんにちは。赤尾です。本日は昼の作業用怖い話159をお送りいたします。では、早速。昼怖ー。第1話、ひさるき。最近、保育園で保母さんをやってる友達に聞いた話。その子が行ってる保育園ってお寺がやってるとこで、すぐ近くにお墓があったりする。お墓に子供が入っていたずらしないように、周りに柵がしてあるんだけど、柵の杭の尖った先っちょに、虫やトカゲなんかが串刺しになってることがよくあるらしい。園児のいたずらかもしれないけど、お寺も兼ねてる保育園だから結構人の出入りは多くて、広場で小学生なんかがしょっちゅう遊んでるから、誰がやってるのかわからない。まあ、鳥のせいかもしれないしって感じで、誰も大して気にはしてなかった。ところがある日、その柵にモグラが刺さっていた。さすがに哺乳類はグロいんで、すぐに園長先生、寺のお坊さんが片付けてくれた。で、しばらくすると、今度は猫が突き刺さってた。これはさすがにひどかったんで、保母さんやお坊さんが集まって、誰の仕業か？どうしたらいいのか？って話をした。でも、犯人はわからないし、再発防止の明暗も出なかった。結局、どうするんだろうねーってムードでダラダラと時が過ぎたある日、ウサギが突き刺さってた。保育園で飼っていたウサギだった。これは友達が見つけたらしい。早朝にお坊さんがお墓の掃除に行った時にはなかったのに。その日はたまたま友達より早く来ていた子供がいたんで、その子に。何か見た？って聞いてみた。その子は一言。ひさるきだよ。って言った。ひさるきって何？と聞いても、うまく説明できないみたいだった。後で、他の子にひさるきのことを聞いてみた。みんな知っていた。でも、誰もひさるきがどんなものなのか説明できなかった。子供たちはウサギが死んだのを、あまりかわいそうだと思っていないようだった。なんとなく、しょうがない、みたいな感じで冷めていた。変だと思ったのは、ひさるきのことは、園児の親も知らなかったこと。子供がそんな言葉を使っているところも、誰一人覚えていなかった。テレビや本のキャラでもなかった。すると保母さんの一人が、昔そんな名前の絵を見たことがある。と言い出した。子供が描いた絵は返してあげるので、保育園には残っていない。ただ、絵を描いた子がその保母さんの近所の子だったので、名前を覚えていた。その子に聞いたら、と友達が言うと、その保母さんは、引っ越した。と答えた。そして、その引っ越しが変だったんで、覚えてる。とも言った。なんでも、挨拶もなく急に引っ越していったらしい。さらに不思議だったのは、引っ越す時にちらっと見たらしいんだけど、その絵を描いた子が、両目に眼帯をして車の中に座っていたんだって。それで、どこへ行ったのかはわからずじまい。それから鶏が串刺しになったのが最後で、ひさるき騒動は終了。結局、犯人もひさるきの正体もわからずじまい。前みたいに虫なんかは突き刺さってるみたいだけど。第2話、ひさる。私はずっとある村に住んでいるんですが、小学校の頃、一度だけ不可解な体験をしたことがあります。私は友達何人かとで、川でザリガニを捕っていました。捕まえたザリガニを決闘させるために、一旦岸に上がったのですが、その時、山から出てきた赤っぽい犬が、田んぼを横切ってこっちへ歩いてくるのが見えました。よたよたとふらつきながら近づいてくるにつれ、私はその犬が怪我をしていることに気がつきました。もともと白い犬だったのが、毛皮が血だらけで、だから遠目に赤っぽく見えたのです。頭や手足、口や目からも血がポタポタと滴り落ちて、息も荒く苦しそうでした。そいつは急に、私たちの方に頭を向け走り出しました。怪我のせいかスピードは遅いのですが、騒がしく吠え立てることもなく、ひたすらふっくっくっと荒い息を吐きながら、ジグザグにこっちに向かってくるのが、逆に不気味な感じがしました。おい、山犬がこっちに来るぞ。逃げようぜ。友達も慌てて川から出て、靴を履いて逃げ出しました。犬は方向を変えて、私たちの後を追いかけてきます。近づくにつれ、足が折れて白い骨がはみ出しているのがわかりました。おい、何やったんだ、逃げー、お前ら。怒鳴り声がしたので振り返ると、山犬の後ろを走るおじいさんの姿が見えました。林業をやってるおさむさんが、ナタを持ってすごい形相です。おさむさんは私らのすぐ後ろで犬に追いつくと、ナタを振り回しました。
お前ら、村で大人呼んでこい。犬は、おさむさんに近くにあった棒切れでめちゃくちゃに叩かれていましたが、吠えも鳴きもせずに、相変わらずふっくっくっと息を吐いてぐるぐる回っています。よく見ると、殴られる前から全身傷だらけだったみたいで、毛皮がいろんなところで破れて、赤い肉と白い骨がはみ出ていました。腹から内臓だかなんだか、正体不明のものが何本かぶら下がっていて、口は血だらけで開いたまま、そこから黒っぽい小豆色の舌がぶらぶら垂れ下がっています。耳も破れて取れかかっているし、目は真っ黒で潰れているのかもしれない。そんなボロ切れみたいな状態なのに死んでなくて、声もなく暴れている山犬を見ていると、小便ちびりそうなくらい怖くなってきました。何ぼーっとしてるんだ。早く逃げんかい。血がかかるぞ。おさむさんが鬼のような形相で怒鳴るのを見て、私は村の方へ走って逃げました。友達がゲーゲー吐きながら、少し遅れて走ってきます。私と友達は、村の集会所へ連れて行かれました。窓から外を見ると、村の大人が犬のところに集まって大騒ぎになっていました。しばらくして煙が上がったと思うと、あたりにもものすごい匂いが漂い始めました。後で聞いたら、犬に油をかけて焼いたそうです。私と友達は匂いとさっき見たものの気色悪さに、便所で吐きまくりました。その日のうちに、私たちはお寺へ連れて行かされました。坊さんは警察みたいに、犬を見た時間や場所や、その時の状況なんかを詳しく聞いてきました。腕に包帯を巻いたおさむさんも来ていて、私たちの後でお堂の中に呼ばれました。その後、おさむさんと一緒にお経を読まされたり、お札を焼いてその煙をかけられたりしてから、ようやく帰っていいと言われました。帰り際、友達が坊さんに、あの犬は何だったんですか?と聞くと、坊さんは、化け物に疲れたんだ。と言いました。猿を捕まえて、中に入り込んでしまうそうです。本当は猿に化けるが、最近は猿が減ったので、犬に化ける。とも言っていました。後でおさむさんに聞くと、ヒサルだと言っていました。どんな字かはわかりませんが、多分ヒサルじゃないかと思っています。第3話、キンキンさん。幼稚園の時の話です。うちの幼稚園では、キンキンさんという人がいるらしかったのです。というのも、必ず誰でも見えるわけではなく、クラスの半分くらいの子しか見れませんでした。私は見えない方だったので、その話題になるたびにどんな人か聞きました。ですが、見える友人たちはみんなよくわからないという答えばかりで、詳しく聞いたことはありませんでした。最初は私に教えたくないんだと思っていましたが、どうやら本当にわからないようです。確かに見えるんだけど、それを言葉にしようとすると難しい。これが見える友人たちの意見でした。ある時、先生にそのことを話してみたんです。これだけクラスで話題になっているのだから、きっと知っているだろうと思っていましたが。何その話?初めて聞いたなぁ。と言われました。先生にも聞かれましたが、私自身見たことがないので答えようがありません。仮に知っていたとしても、言葉に表すことはできなかったと思います。なので、私もよくはわからないが、こういう人がいるらしいということだけ言いました。それから結構経った頃です。夕方に数人の友達と残っていて、鬼ごっこをしようということになりました。幼稚園の裏には大きな石段焼きがあって、格好の遊び場だったのですが、昔事故があってからはそこで遊べなくなっていました。それでも鬼ごっこをするにはスリルのある場所だったので、バレないようにこっそりと裏へと行きました。最初は鬼ごっこを楽しんでいましたが、その途中に一人の子が、キンキンさん、キンキンさん、と叫び出しました。みんなも、本当だ、キンキンさん、と同調していました。どうやらみんな見える子たちだったらしく、私しか見えていないようです。でも、ここで見えないと言っても決してバカにするような子たちではありませんでしたが、一人だけというのは少し恥ずかしい気持ちでした。見えないの?と聞かれて、いつものように、まだかなー、と曖昧に答えました。すると、みんな一斉にこっちを真顔で振り向きました。みんな同じような表情で、いつもとは違う気がしました。私は怖くなって、つい、やっぱり見えるよう、とうそうついてしまいました。だよね。とにこっと笑いかけられ、すぐにまたいつものようになっていきました。しばらくはそのキンキンさんに手を振ったりしていました。ですが、私たちがいないことに気づいた先生がこっちにやってきました。叱られてちょっとシュンとしていましたが、その後に、何してたの?と聞かれて、
鬼ごっこしてたらキンキンさんが来た。と答えました。私があの時に話した先生だったので、少しは知っています。先生は興味深そうに。何それ?と聞いていました。普段なら、ねえと話してくれるのですが、なぜかその時だけは両目を両手で覆い。見えません、知りません。というのです。私は初めて見たのでキョトンとしていると、指を少し開けてこちらを真顔で見つめていました。一人だけではなく全員がしていて、私も焦って同じことをしました。先生はますます気になったらしく。教えてよ。と詳しく聞こうとしていました。すると、いきなり一人の女の子が先生の目を親指で潰そうとしたのです。先生は尻餅をついて避けましたが、今度はその女の子が自分で親指を目に突っ込み出しました。先生も私もびっくりして、やめてやめてと叫びましたがやめません。周りの子たちはまた空に向かって、見えません、知りません。と言っている。1、2分すると、元に戻って、痛い痛い。と涙目になっていました。それでもやっぱり周りの子たちは別段気にする様子もなく、ぼーっとしていました。先生が急いで救護室に連れて行くので私もついて行こうとすると、みんなから、と、携帯のバイブのように言われました。それから少し騒ぎになり、親も呼ばれたりしましたが、結局理由はわかりませんでした。ですが1週間ほどすると、彼女は転校になりました。朝急に言われてびっくりしましたが、挨拶だけしに行きました。彼女は両目を包帯で覆っていて、お母さんもついてきていました。私が今までありがとう、違うところでも頑張ってねと言うと、キンキンさんに、ついちゃダメだよ。と言われてドキッとしました。お母さんも何度か見たことありましたが、なんだか違う人に見えました。最後に手を振ると、小声で、死んじゃえばよかったのに、と言っていて不気味でした。これで一応終わりますが、今でもよくわかりません。こんな体験したことある人いないでしょうか。第4話、倉島ひさゆき。ひさゆき?そういうのがネットの都市伝説っぽくなってるみたいですね。私も昔の記憶の中にその名前覚えがあります。動物好きな人には不快な話、飛ばしてください。私の家では昔から猫を飼っているのですが、そろそろ避妊手術を、と思っていたメス猫が家出をしてしまって、帰っては来たのですが、妊娠してしまいました。それで子猫が生まれて、私と弟は必死になってもらい手を探したんです。小学校の生徒に学年構わず、猫いらない?って聞きまくりました。そして6匹生まれた子猫は、だんだんともらい手がつきました。子供全部もらわれるのは母猫がかわいそう。ってことで、1匹だけ家で飼うことになったんです。子猫たちもおっぱいからご飯になって、トイレも自分でできるようになって、いよいよ1匹2匹ともらわれていき、うちで飼うことになった1匹除く、オスメス兄弟の子猫2匹も、ある日、急にお迎えが来ました。猫を迎えに来たのは見知らぬ男の子でした。その時間、家には私と弟だけでした。映画もらってこいと言った。と彼はやってきました。多分5年生くらい。私が6年で弟が4年。どちらとも同級生ではなかったので、それより上にも下にも見えない。だから A さんの5年生の弟なんだ、そう思ったんです。A さんとは同級生でしたが、普段あまり話したことはなく、その弟が説明もなしに私の自宅まで急に来たので、よく家がわかったなぁと不思議には思いましたが、その時はそれだけでした。男の子は子猫を見て、嬉しそうでもなく箱に入れて帰りました。すごく嫌な感じがしました。翌日、学校へ行った私は、A さんに猫のことを聞いてみました。どうしてる?って感じで。すると A さんは、なぜか私を避けるように、適当な返事をしてどこかへ行ってしまいました。それから話しづらくて、何週間か経ってしまいました。せっかく猫もらってくれたのに、変だなぁ、可愛がってもらってるのかな?と、とても気になりました。その頃私は持病があって、週に2回病院に行くため、学校を抜けて母と街を歩いていました。ある日、クリニックに近い繁華街を歩いていると、母が、A ちゃんいるよ。学校どうしたんだろう?と言いました。見ると、A さんとあの男の子が歩いていました。男の子が先になってどんどん歩いて、A さんはしょんぼりと歩いていました。その男の子が振り返って、A さんの頭を殴りました。私の母の顔色が変わって、A さんたちのところに駆け寄ると、あなた、何してるの?この子叩いて。
A ちゃん今日学校どうしたの？などと問い詰めました。男の子はびっくりするような声で、ババア。とか、殺す。みたいな捨て台詞で、逃げていってしまいました。A さんは泣いてるし、何か事情ありそうだし、無理に家に連れて帰るのも、と、私たちは3人で、近くの喫茶店に入りました。あの人誰なの？どうして一緒だったの？ A さんは下を向いて何も言わないので、あの子は A さんの弟だよ、と代わりに私が答えました。すると母はすごい目で私を睨んで、バカなこと言うんじゃないの。あの人は大人の男の人でしょう。びっくりしたのは私の方でした。母何言ってるんだろう？と思いました。A さん、あの子は弟だよね。猫取りに来たもんね。すると母は、何あんたも知ってる人だったの？なんなのあの人？説明しなさい。とか怒り出しました。A さんは私の母に、一緒にトイレに行ってほしい。と言いました。泣いてばかりなので、仕方なく A さんと連れ立って母はトイレに行きました。随分長く二人は帰ってきませんでした。私も不安になり、もう限界だ、と思った頃、母と A さんは席に戻ってきました。A さんも母も青い顔して、何も話さず、店を出て、家に帰るのかと思ったら、私だけ家に置かれ、母と A さんはどこかへ行ってしまいました。母が帰ってきて、私は A さんのことを尋ねました。あの人は親戚なんだって。一緒に住んでいるらしい。でもおかしな人だから、あんたは絶対関わっちゃダメ。と言いました。何年生？と聞くと、だから子供じゃないって言ってるでしょ。と怒り出し、私はそれ以上何かを聞くことはできませんでした。そのことがあってすぐ、ある朝、うちの玄関に子猫の首が置いてありました。見覚えのある、あの男の子にあげた猫たちでした。でも、うちにいた兄弟猫はもっと大きくなってる。玄関に置かれた猫の首はまだ小さく、もらわれた時と変わらないほどでした。両親は学校に電話したり、何か相談し合ったり、家の中がおかしな空気になりました。そんな時、弟が、俺、久幸と話した。と言い出しました。久幸。それがあの男の子の名前でした。どこで？学校で。久幸は、あの猫たちは私たち指定の身代わりになった、と言った。本当は私たちが事故で死ぬはずだった。助けるには何か一番大切なものを壊さなければいけない、と言った。弟はそう話し、何かすっかり久幸が好きになってしまったようでした。私はもう6年だったし、それが異常な話なのはわかりました。学校を休みがちになった A さんを見かけ、無理やり話しかけました。あの子は本当は子供じゃないの？何なの？とかそんなことを。すると、久幸は子供じゃない。久幸は久幸で、私とも関係ない。と急に怒り出し、私は突き飛ばされて叩かれて、喧嘩見たくなってしまって終わりました。そしてそれから、今に至るまで A さんとは会っていない。家族みんな引っ越したとか、精神病院に入っているとか、不穏な噂が学年で流れ、久幸に連れて行かれたという、学校の七不思議みたいな感じになりました。それでその後は、そんな話はすっかり忘れていました。かわいそうな猫たちのことは時々思い出しましたが、今となっては本当に私たちの猫だったのかも不確かです。ネットで、久幸、久幸の話題がちらちらしだし、昔の不気味な思い出が蘇りました。最近になって母に、あの時のことを聞いてみました。A さんから何か話を聞いたのかとか。母が A さんから聞いた話は、久幸は A さんの親戚とかではなく、暴力を振るわれている。どんな種類の暴力だったのかは、母の口ぶりで察しました。心配した母は、学校に相談したり、A さんの家庭に介入したりしたのですが、何らできることなく、A さん一家はいなくなってしまったのだとか。あの子は、私たちには子供に見えていたけれど、お母さんは変だと思ったの？そう聞くと、どう見ても子供じゃなかったよ。体は非常に小柄だったけれど。母にしてみれば、変質者とかその類に見えていたと。久幸が学校で話題になっていた頃、久幸と遊んだ子はちょっと自慢。一過性だったけど、半年くらい久幸ブームみたいのがありました。倉島久幸。それが私の知っていたこのフルネームでした。第5話、満月の夜。俺の実家は山あいの村で、昔は猿がキュウリやらトマトやら畑に盗みに来るくらい田舎だった。小学校3年の夏、4つ上の兄貴と一緒に友達ん家遊びに行った時のこと。すっ
かり日が暮れて、夕飯までご馳走になってしまった。帰る時に友達のお母さんは、懐中電灯かそうかって言ってくれたんだけど、兄貴は、月が出てるから大丈夫です。って言って断ったんだ。その夜はいい満月で、雑木林の中でも暗いって思うことはなかった。で、砂利道歩いてたんだけど、俺急につまずいた。でも膝小僧もすりむいちゃって、ちょっと涙目になった。起き上がって、何につまずいたんだろって眺めると、兄貴が、おい、お前。って言って、俺の足元指さした。最初兄貴が何言ってるのかわからなかったけど、しばらくして俺も気づいた。兄貴の影は一つ、俺の影は二つあった。その時、変な声が聞こえた。囁くような、いやらしいしゃがれ声。見ると、影がますますおかしい。俺は動いてないのに、右側の影だけ震えてる。肩を震わせて、まるで笑ってるようだ。兄貴が小さく叫んだ。おい、走るぞ。だけど俺は動けない。見たくないのに、すごい嫌なのに、影から目が離せなくなってる。まるで金縛りだ。何やってんだ、行くぞ。兄貴が怒鳴って俺の手掴んだ。地面の上の兄貴の影が、俺の影を掴もうとした時、一瞬早く変な影は腕を伸ばして、俺の影をぐいって引っ張った。変な影は俺の影を引きずったまま、林の中へパタパタ逃げてった。現実の兄貴は俺の手をしっかり握ってるのに、地面の上の兄貴の影の先には何もない。何か取り返しのつかないことが起きた気がした。俺は泣き出した。急に怖くなって大声上げて泣いた。兄貴も青ざめていた。だけど、行動は早かった。お前ここにいろ。絶対に動くな。って言ったが早いか、兄貴は林の中をかき分けて飛び込んでいった。行っちゃいやだー。って叫んだんだけど。動くなよ。兄貴の最後の声が藪の中から聞こえてきて、それっきり静かになった。随分待ったけど、兄貴が帰ってくることはなかった。兄貴の言いつけを守れず、俺は泣きながら家に帰った。両親は俺が一人で帰ったのでびっくりしていた。俺は一生懸命説明したが、理解してもらえなかったらしい。親父は兄貴を探すため家を飛び出していった。何度も本当のことだと言ったが、お袋はなだめるばかりで、俺はとうとう癇癪を起こした。お袋は困った顔で言った。でも、ほら、あなたの影はちゃんとあるわよ。畳の上を見た。俺の影はあった。最悪の事態を予想していた両親と俺だったが、次の朝、兄貴は一人で帰ってきた。そのまま倒れるようにして眠ると、夕方目を覚まして俺に言った。お前、本物か？何言ってるの？と俺が聞くと、兄貴は難しい顔をした。影を追って森の中を走っていると、草むらで大きな猿に出会ったらしい。その猿は俺の顔をしており、俺の声で笑ったそうだ。逆上した兄は、ポケットにあったベーゴマをわしづかみにすると、猿に向かって投げつけた。一つが額に命中し、猿はラッと悲鳴を上げて顔を折った。猿が振り向いた時、その顔は渦を巻いたようにねじれており、もはや目も口もわからなかったそうだ。化け物は兄に飛びかかり、すごい力で兄の首を締め上げた。叶わないと思った兄は、その手に思いっきり噛みついた。兄は突き飛ばされ木に頭をぶつけて、そのまま気を失ってしまったそうだ。そこまで話すと兄貴は黙りこくった。俺は恐る恐る尋ねた。お兄ちゃんこそ本物なの？むっとした顔で兄は俺の頭を殴った。ふざけんな、この野郎。いつもの優しい軽いげんこつだった。俺は泣きながら笑った。兄貴も笑った。第6話、キヒサル。随分昔に聞いた話なので、ところどころ記憶が曖昧なのですが、ヒサルキという名前と、ヒサルの話に共通点があると思うので、書いてみます。村の年寄りから、キヒサルという話を聞いたことがあります。聞いただけなので字はわからないですが、話の内容からすると、キヒサルとなるのかもしれません。キヒサルは、群れからはぐれた猿を狙って、体の中に入り込みます。乗り移られた猿、イカキヒサルは獣を殺し、その肉を食うようになります。また、その外見を利用して猿の群れに近づき、手当たり次第に殺して食べます。その食欲は尋常ではなく、キヒサルが現れた山では獣の数が一気に減る、とまで言われています。結果、山には獣の死骸がゴロゴロ転がることとなり、それで漁師やソマは、キヒサルの存在に気づくのです。共食いをするキヒサルを、特に漁師は忌み嫌います。ただ、トラバサミや柵で捕らえても、
シハルの本体、主は乗り移ったからだ、クヨリ。から逃げてしまいます。そんな時、残されたクヨリは抜け殻のように、ガランドウになっているそうです。また、鉄砲で撃っても、キシハルはなかなか死にません。だからキシハルが現れると、漁師とソマは手分けして山狩りをします。人と違って、キシハルは道を通るとは限らず、その一方で、火や金物の音を恐れるので、松明を持ってドラや半鐘、鍋などを叩いて、山裾から山頂へ追いやるようにします。キシハルが近くにいる気配は匂いでわかるそうです。私が聞いた話では、キシハルが近づくとサビのような匂いがする、となっていましたが、これは金気臭い匂いではないかと推測します。キシハルを見つけても、間違っても触れてはいけません。ただ、その理由や、触るとどうなるかは覚えてません。山狩りに参加した人は、ひたすら山頂近くに設置した罠のところへキシハルを追い込みます。草を刈った平地に追い込んだら、木の上に渡してある油を染み込ませた布を、キシハルの上に落として捕らえ、すぐさま焼き殺します。主の姿を直接見ると目がつぶれる、と言われているので、このような方法を使うのだそうです。キシハルの起源はわかりません。もしかしたら、何らかの伝染病、狂犬病みたいなものに対する恐怖が、このような怪物、妖怪を想像したのかもしれませんが、猿を媒介する伝染病が当時の日本に存在したのかは、私の知識では何とも言えません。第7話、イサルキ。先ほどようやく膨大なシャレコア過去ログをざっと目を通せたのですが、今回書きたいのは、その中のヒサルキの話のことについてです。自分は消防時代兵庫県に住んでいました。その頃通っていた学校では、ウサギ4匹と赤星インコ3匹を飼っておりました。両方とも校舎の隣に設置した、飼育小屋に飼われており、当時2年生だった我々は、休み時間になるたびに押しかけました。たまに鉢合わせた上級生の飼育係が、小屋で彼らに餌をやる姿を見て、上級生になって自分たちがその行為を行うことを無双し憧れとりました。その後、ウサギは学校開校以来初の子供を設け、4匹の新しい仲間が加わった飼育小屋の周辺は、まさに昭和の街頭テレビに群がる群衆のごとき盛況でした。その数日後、突然インコが謎の死を遂げました。本当の原因を先生方が教えてくれなかったため、自分からは、その発見の状態が不審であったということ以外は、確信を持って伝えられません。彼らの発見された状態なのですが、飼育小屋の中央に高めの枯れ木がインコ用に植わっておりまして、その丸裸の木に、一匹ずつ首にナイロンの紐を巻きつけ、ゆらゆら揺れている状態だったのです。ちょうど人間が首吊りした状態と酷似しておりました。ここから明らかに人為的なものであると考えられるのですが、それにしてもおかしいのが、犯人の飼育小屋に入った形跡が全くないことでした。かかっていた二つの南京錠や網には、どこにも傷つけられた場所はありませんでしたし、周辺の地面は固く、さらにこの飼育小屋はウサギ逃走対策のために、そこのコンクリートは地面に深く埋まっていたので、穴を掘って入れたはずはなく、実際掘った跡など全く確認できませんでした。ここまで確認したところで、我々は教員らに教室へ強制送還されてしまいました。鍵は職員室で常に教頭先生が保管されているため、当然外部のものが手に入れることはできません。その時横で、それを誰がやったか朝見ていた、と発言した子がいたのです。みんなは彼に一斉に注目し、教員らはその子を職員室へ連れてきました。我々が自習の間、おそらく話を聞いていたのだと思います。ただ、彼は同じ学年だったのですが、あまり教員生徒から信頼厚いというわけでなかったため、あいつんち貧乏やから、理由になっていない、あれは注目浴びたかっただけだ、と、周囲は興奮して話しておりました。自分は、貧乏だからというより、単に彼が少し手遅れの気があると感じていたため、この意見は自分の中で無効としておりました。そして、担任の教員は教室に入るなり、今回の事件は偶然、飛んでいるインコが首に紐を引っ掛けてしまったため、死んでしまったという、ワクテ化していた我々にはぁ？と思わせる超理論を平気でぶちまけ、事件は強制的に収束へと向かうかに思えました。ところが事件は、ウサギチルドレンの死でまた盛り上がります。今度は一匹が紐で釣り上げられ、残りは部屋の穴の隅っこに、プレスしたかのように押し込められている状態で、またも一同騒然としました。親ウサギはそれを横目に人参やレタスをはみ、一同は一種異様な空気に飲まれました。現場状況は、以前のインコ事件と同じでありました。その中、後ろであの彼が大声を上げていったのです。僕は今回も見ました。本当に見ました。
と、集まった生徒、教職員に向かって行ったのです。その時です。自分があくまでそう感じただけなのかもしれないのですが、集まった生徒、教員全員が、文字通り彼を無視したのです。普通幾人かは、またこいつ言ってやがると、冷たい目を向けるはずであるのに、実際今までそれがデフォだった。そこにいる人間すべてが、彼の存在自体を無視したのです。熱気の中に冷えた空気が混ざり、自分には異様な光景と映りました。その時初めて、自分はその彼という存在に興味を持ち、君、本当に見たの?と尋ねたのです。すると彼はしっかりこちらを向き。うん、僕は見た。真っ黒なんだよ。あの人は真っ黒だった。と返してきました。自分がその人は黒い服を着ていたのかと聞くと、どちらかよくわからないと返してきました。普通は黒い服を着ていたのだと解釈するのが多いのに、そうしないのは子供ゆえかなと感じました。それで、どうしてその時先生に言わなかったのと聞くと、彼がこう言ったんです。だってね、それはダメだよ。だってそうしたら、僕いるのがバレちゃうでしょ?イサルキに捕まったらダメでしょ?でしょ?と確認されても、そのような話を聞いたことがないので、自分は返答できませんでした。その後なんですが、結論から言うと、彼をその後見たことはありません。自分の学校で転校する子は、必ず全校集会でお別れ会的なスピーチを繰り広げるのですが、その中に彼はいませんでした。よって、転校していないはずなのですが、その後中学へと進学する際、私学へ行った子らの中にも彼の姿は存在していませんでしたし、公立へ進んだ我々の中にもいませんでした。アルバムの中にも、当然存在していませんでした。自分が疑問に思うのは以下の点です。まず、どうやって犯人は飼育小屋で犯行に及んだのか。次に、彼がそっと見たものは何か。イサルキとやらであると、なぜ彼は断定したのか。そして、イサルキとは一体何か。なぜ二度目のあの時、生徒、教員までが彼を無視したのか。イサルキに見つかったらどうダメなのか。まあ、真相すべてはヤブの中です。ですが、いわゆるヒサルキのまとめサイトと関連サイトを目にしたことで、急にこの出来事について、そして、あの時の群衆の中に混じる薄ら寒い空気を思い出したので、昼日中ではありますが、書かせていただきました。学校の飼育動物が殺される、鍵かかっている。なら普通その鍵を自由に開け閉めできる人の仕業だと思うんじゃね?うん、教頭室で保管してたなら教頭が一番怪しい。平教員がうやむやにしてるあたりがさらに輪をかけてる。はい。普通にそれが考えられます。ただ一番のネックが、それが起きたのが、朝の生徒登校時間帯ということなのです。教頭は朝は重役出勤、半端なく遅くやってきます。それは当時の教頭在任中、たびたび校長室にいたとき確認しています。うさぎ当番は基本的に昼休みと放課後活動なので、朝に鍵を必要としないのです。でもやはり小学校内でのこと、そこまでセキュリティ万全ではないですし、他の教員、あるいはうさぎ当番がそっとくすねて、犯行後戻したとも考えられます。まあそうなると、彼がその後華麗にアボンしたということが、自分の思い違いでなければ、彼はその後ガクブルなことになったのかなぁ、と。第8話、キンキラさん。友人がお前の話とすげえ似た話が書いてあったというので、ここのまとめサイトを読みに来ました。私は幽霊とか、得体の知れないものの存在などは信じていなかったのですが、正直、今ゾッとしています。ヒサルキ、私の時はキラキラさんと呼ばれていました。本当にそんなものが存在するのでしょうか。差し障りがあるといけないので、時と場所はぼやかして書きます。そこの施設内で、たびたび動物の惨殺死体が発見されるのです。そこにいた子供に聞くと、キラキラさんがやった。と言います。キラキラさんって何?と聞くと、両目を両手で隠し、知らない。としか言いません。そこの職員もキラキラさんが何なのか、さっぱりわからず不気味に思っていました。ある時、施設内の庭に子供たちを連れ出した時、私と手を繋いでる男の子が小さくあっと声を漏らし、キラキラさんだ。と言って、青空の一点を見つめます。私も空を見つめましたが、何も見えません。ふと気がつくと、他の子供たちも徐々にキラキラさんに気がついたらしく、一人、また一人と空を見上げ、結局その場の子供たち全員が、同じ空の一点を見つめているのです。キラキラさんに向かって、ニコニコ手を振っている子もいます。とても晴れ渡った明るい昼下がりに、
突然起こったこの不安な静寂に耐えきれず、私は手をつないでいた男の子の前にしゃがみ込み、何にも見えないよ。キラキラさんって何なの？と問いかけました。するとやはり、両目を両手で隠し、知らない。というのです。私は彼の両目を覆っている両手を外し、私も知りたいなぁ。教えてよ。と言いました。すると、その子はいきなり、両手の人差し指を思いっきり突き出し、私の両目を突こうとしたのです。驚いて尻餅をついたので、その攻撃を避けることができましたが、今度はその突き出した両手の人差し指を、同じ勢いで何のためらいもなく、彼は自分の両目に突き刺したのです。あまりのことに我を忘れて私は彼に飛びかかり、押し倒し、さらに力を込めて自分の目にねじ入れようとしている小さい両手を必死に抑え、誰か、助けてー、と絶叫していました。子供とは思えないような力でした。私と揉み合ううちに、彼は自分を取り戻したのでしょうか。不意に、目が痛いよ、痛いよ、と泣き出しました。まるで今怪我に気がついたように、すぐに病院に連れて行き、失明を免れることはできましたが、後遺症は残ってしまいました。私は今までこの体験は、集団ヒステリーのようなものだと思っていました。または、空想の産物の共有みたいなことが起こっていたのかも、と解釈していました。しかし、おそらく時も場所も違うにもかかわらず、ヒサルキという話が存在し、キラキラさんを体験した私がいる。言葉をうまく操れない子供たちは、得体の知れないものに対して勝手に名前を付け、親しんでしまうことがあります。大人がある時ふと耳にする、聞き慣れない子供たちの造語に、立ち入ってはいけない場合があるのではないか。ここに来てそう思いました。第9話、キサル。じい様に聞いた話。じい様は、御年93歳。20代から80過ぎて足腰が弱るまで漁に出てた。漁といっても食用でなく、陶器の漁器のみ趣味と実益を兼ねてらしい。その筋では結構有名な爺らしく、20年近く地元の漁友会長をやってた。で、悲願に墓参りに帰った時、シャレコアで気になった話を聞いてみた。半ボケなんで聞き取るのに非常に苦労したが、そういうものはおったとのこと。地元ではキサルとか、クイザルとか呼ばれていたらしい。昔から、漁をする連中の間で先輩から教えられている。ここいらだけでなく、そんなものは山じゃあっちこっちにおらー。と言ってた。別に定期的ってわけではないらしいが、何年かおきに獲物がいなくなる地域が出る。そんな山に入ると、まず連れている猟犬が異常に怯えるので、なんとなくわかるという。また、奴に近づくと、獣臭とは明らかに違う血生臭さを感じる。姿は大体が猿だが、熊やイノシシの場合もある。奴らは仲間でも何でもみんな食ってしまう。そんな時にはすぐ山から出て、そこら一帯の山は2、3年諦めろ。もし山に入っても、そこで取った獲物は触るな持ち帰るな、触ると移るぞ、とじい様は教わったとのこと。じい様が実際にそれらしきものに会った時はまだ40代の頃、猿だったという。教えられた通り犬は騒ぐし、近くに獲物はおらず、臭かったという。近くに普通より一回り大きい挙動不審の猿がいて、これがそうかと思った途端に怖くなって、すぐ山を降りたそうだ。なんで猿なのかと聞いてみたところ。猿は群れるから、しばらく食うものに困んねえからかな。って笑ってた。じい様のところには、今でも後輩からイノシシしか熊肉などが届けられていて、たまには山の話が集まってくる。60歳ぐらいまでは、どこの山に食い猿が出たとかいう話がちらほらあったというが、ここ30年くらいは全く話を聞かなくなったという。これはじい様と俺の推測だが、じい様は、町のバカな奴らが連れてったんじゃねえか。とのことだった。じい様の住む村も年々過疎化が進んでおり、村の漁人口も減少する一方である。それに反して、村から出て行った者のつてで、漁に参加させてほしいという申し込みがどんどん増えている。詳しくはわからないが、漁をするには地元の住民でも、おのおのテリトリーが決まっており、地元住民と同行しなければ許可されないらしい。最近は地元住民でさえ、じい様連中の話は迷信と考えて、小馬鹿にしたような態度を取る者がいるというから、そいつらは町の連中にこんな話をしないだろう。話を知らない者が、山に漁に入り散々獲物を探し回った挙句、やっと獲物を見つけたとしたら、喜んで仕留めるだろう。猿だったとしたら、おそらく諦めるだろう。じい様も、
猿は人間に似ているから撃ちたくないない。と言っている。だが、イノシシやクマだとしたら喜んで持って帰るんじゃないか？人間に移ったらどうなんのと聞いたら。俺も見たわけじゃねえからわかんねえよ。同じようになるってことだろ。と言われた。爺様としては、山の中が静かになって喜ばしいみたいだ。これはキヒサルという話と同じようなものだろ。第10話、三抜きかの、自己責任注意。一週間ほど前になるが、庭先で猿を見つけた。でも本物の猿じゃなくて、猿と人間の中間くらいの生き物か。早朝だったので、最初は夢かと思ったんだが、軽く顔洗って見直してもやっぱりいた。あまりの衝撃に腰が抜けそうになった時、猿と目が合ってしまった。猿は少し笑って、俺の近くに何か置きながら喋った。ガラス越しの上、猿の口はもごもごしてるだけだったんだが、テレパシーっぽい感覚で、何を喋っているのかは理解できた。三抜きかの、というのが来るから、いたらこれを見せろ。自分で取ったといえば向こうもくれるから、あとは庭に埋めてしまえ。すると猿は、そのまま素早く庭の塀を越えていった。外へ出て確認すると、猿が何か置いた場所に歯が落ちていた。人間の歯だと思う。多分奥歯。一応、今も保管してるが、何が来るか恐ろしくて眠れん。二日後。またもらった。埋めた。三抜きかのってどんなんだったの？人だった、多分。窓越しに話しただけだが、まだ怖い。三抜きが名字で、かのが名前じゃないかな。普通のばあさんだったよ。あった状況を詳しく。昼寝してたら、ばあさんが外に立ってた。猿の時と同じ庭先。周りが田舎だから、近所同士だと庭の方から来ることもあったんだが、その人は明らかに知らない人で、格好も上品な着物だった。寝起きでぼんやりしてたら、ばあさんがガラスをコンコン叩いた。開けてくれみたいな感じだったんだが、そこで俺も目が覚めた。誰ですか？って聞いたら。三抜きかのと申します。だと。ばあさんはニコニコ笑ってたが、それが逆に怖かった。でも、引き出しに入れといた歯を出してみせると、空気が変わった。どうしたんですか？取ってきたんです。本当に？はい。それから少し無言だったが、ばあさんの顔から笑顔が消えた。そして、袖の中から何か出して足元に置いた。置くときに中腰くらいにかがんだんだが、そのままの姿勢で、俺の目の前から猛スピードで立ち去っていった。外に誰もいなかったので、多分目撃者とかはいないと思う。庭に出ると、やっぱり歯が一本あったので、洗ってから撮影した。暗くなると怖いので、夕方前には庭の空いたところに2本とも埋めた。人じゃねえ。しかし気になる話だな。よければ地方だけでも教えてほしい。謎だらけで、どう理解したらいいのか困るね。確かに三抜き、さぬきでも読めるのかな？猿とばあさんの正体なんだろうね。誰か詳しい人いないかな。中腰のまま高速移動は、予想の遥か上を行っていて増えた。三抜き、じゃなく三抜きなことはない？母方の田舎で子供がダダこねると、年寄りが、三抜きが来るよ、連れて行くよ、と脅してたの思い出したんで。地元は東北。もう全部終わったと思うけど、気にならないといえば嘘になる。地元の資料館みたいなところがあればいいんだが、どうもなさそうだ。聞き込みとかして、変なタブーだったりしても嫌だし、あまり詮索せず、何もないことを祈りたい。でも今朝早く、親が歯を埋めたあたりにスズメの死骸を見つけたらしい。もう捨てたみたいだから、撮影できなかったが。まあ撮ろうとしたら、確実に止められるだろうけど。751を書いたものだけど、子供の時に年寄りから聞いた話だから、うろ覚えなんだけど、三の木って妖怪？鬼みたいなのがいて、大声で泣いてる子がいると声を頼りにやってくる。やってくる前に泣き止めばよし、泣き止まないと印をつけられる。印をたどって夜に三の木が家に来て、子供をさらおうとする。戸締まりがしっかりしていればいいけど、窓や戸が開いてるとさらわれるから注意、だったと。さらわれなくても、印がついたら病気になるとか、そんなのも言われた気がするな。町内会の掃除があったので、歯のことを聞いてみた。ばあさんの名前は、意味ならしい。だから、人に話したりすると不幸が広がるので話すな。と言われた。猿やばあさんが何者なのかは、詳しくわからなかった。でも、昔は死人の歯を一本抜いて、お守りにする習慣があったらしい。どこでもそうだったわけじゃないし、今はもう続いていないが。
多分、猿はご先祖様か何かの使いで、ばあさんから守ってくれたのかと。もう名前を広めた、と言ったら、ご符をやるから、名前を逆に唱えて祈れば厄も落ちる。と教えてもらった。第11話、小猿みたいなのにあった。どこに書けばいいか迷ったが、ここで。先日の早朝、ゴミ捨てて戻る途中、家の前にある空き地に小猿みたいなのにあった。最初は全裸のおっさんかと思ってビビったけど、身長が小さかったので違うと思う。隠れて見てると、小猿はしばらく空き地の地面をほじくってたが、突然こっちを振り返った。まだ薄暗かったので顔はわからなかったが、俺を見てるのが感覚的にわかったので背筋が凍った。小猿は、ほじくってた地面を指さして何かゴニョゴニョ言ったが、離れていたのに耳元で聞こえるみたいな不思議な声だった。よく聞き取れなかったが、運が良かったからくれてやる。というような内容だったと思う。そして、猛スピードで空き地の塀を飛び越えて消えてしまった。完全に夜が明けてから空き地に行って地面を掘り返してみたら、歯が何本か埋まっていた。一応くれると言ってたので、今持ち帰って保存してるけどどうすればいいんだろ。うぴー。歯はこれで全部。画像だとわかりにくいが、サイズは小指の先くらいなので小動物の歯かも。うぷおつ、見ました。こういうのは県の自然博物館とかに問い合わせて鑑定しもらうのが良いかも。そのまま引き取ってもらってもいいし。猿が埋めてたのを見て後で掘り返してみた、程度の表現で状況を説明すればどうだろうか。で、詳しく聞きたいと言われたら事実を話せばいい。いずれにしても不可解な体験だな。ありがとうございます。知人にそういう人がいるので、調べてもらえるか頼んでみます。洗ったのか？埋めてたのを掘り返して持ってきた割には、土が付着してないな。洗ったが、もともとそんなに土はついていなかった。ちなみに今までその他に不思議な現象を体験したことはある？ある日、いきなり起こる感じなんかな？霊感みたいなものは、今まで全く感じたことないです。肌が、鑑定に出してみた。人間の肌ということはすぐ分かったが、一応年代とか色々と調べてくれるらしい。三抜きかの思い出した。この話の通りだとすると、ババアが来るの？は、鑑定に出したんだけど、戻ってくる前に来たらどうなるの？死ぬの？この話、歯をもらってから何日後くらいにババアが来たの？来た時に持ってないとヤバくないか？一旦返してもらおうと思ったけど、連絡つかず取り戻せなかった。ヤバそう。これ以降、本人と思われる書き込みはなかった。第12話、娘が連れて行かれそうになった話を聞いてほしい。文章下手なのは勘弁してほしい。おかすれか迷ったんだけど、こっちの方が馴染み深いからこっちで立てた。俺の田舎には土地神様がいるらしい。その土地神様が俺の娘を連れていくかもしれないとのこと。正直、今もどうしていいのかわからない。聞いた時は吹き出した。でも、親父の反応を見て血の気引いた。一応書き溜めてる。悪いが、詳しい情報は全て伏せる。娘は小学校の低学年で、俺は普通のサラリーマン。嫁も、祖父祖母も元気で、普通の家庭だと思ってた。上京した俺は、嫁とは大学で知り合い、そのまま就職と同時にゴールイン。結婚2年目で、子供を授かった。そこから幸せの日々。俺も割といい企業に就職でき、嫁も専業主婦として、家事と育児に力を入れてくれてた。まあ、ここら辺は割愛する。娘が小学校に入学し、しばらく経った頃、入学祝いのついでに家族全員で、俺の実家に行くことが決まった。有給込みで3日ほど滞在する予定。俺の住んでた実家は、かなりど田舎で、何もない。だけど、自然は素晴らしいと今でも思う。娘も久しぶりにおじいちゃん、ばあちゃんに会って楽しそうにしていた。1日目には何もなかった。だけど、2日目に問題が起きた。娘がいなくなった。5時には帰ってくるように言ってたんだけど、親父の飼い犬と散歩に行ったっきり、帰ってこなくなった。あんまり遠くに行かないことを約束させて、娘を少しの間自由にさせてた俺が悪いんだけど。親父は、母親と嫁に。近所に訪ねて、力を貸してくれる人を当たるようにお願いしてこい。と言い、俺と親父は、トラックに乗り込んだ。30分ほど経ち、数十人体制で捜索が始まった。すると、予想外にも簡単に見つかった。
見つけたのは近所の人で、娘は森の入り口の小屋付近で寝てたらしい。残念ながら、飼い犬は見つからなかった。遅れて俺と親父が家に戻ると、嫁が娘を抱いていた。俺自身、ブチギレと心配でぐちゃぐちゃになってた。娘を叱ろうと思ってたんだけど、寝てる姿を見てため息に変わった。外傷も、衣服にも異常はなくて本当に安心した。母親が手伝ってくれた方々にお酒と料理を出し、俺もお礼を一人一人回りながら、飲んでた。しばらく経って、娘が目を覚ました。俺が軽く叱ると、半泣きになり、それを嫁がなだめてた。ここからの会話は明確に覚えてる。じいちゃん、なんであんなところで寝てたの？わかんない。ワンコは？お猿さんが連れて行った。この瞬間、空気が止まった。親父も母親も、俺たち家族以外の動きが完全に止まった。お猿さん？お猿さんとワンコと遊んでた。どんな姿やった？どんな鳴き声やった？触ったか？おいおいおい。つかみかかり、叫ぶように親父は娘に質問を浴びせていた。娘は怯え、嫁の腕に飛び込んでいった。あれが出よったかもしれん。〇〇さんを呼べ。親父がそう言うと、母親がどこかに電話をかけ出した。みんなはもうええ。ここからはうちの問題。ありがとうな。手伝ってくれた方々は。すまんな。大丈夫だから。と言いながら、そさくさと帰っていった。親父は猟銃を持ってくると、塩とお酒をそこら中に撒き始めた。〇〇さん、30分ほどで来てくれる。そうか。バツバツ、話がある。親父が真剣な顔で話し出した。この土地には土地神がいてるらしい。その土地神は様々な富を落とすと言われているが、いい神様ではなく、非常に残虐でもある。動物に取り付き、他の動物の臓物を食い散らかすとのこと。猿の姿で目撃されることが多いが、イノシシや人間も例外ではないと言っていた。何にせよ、至近距離で接触し、生きていてるケースは珍しい。接触したものが生きていれば、向こうからまたやってくることが多い。ここ最近は見かけなくなったのに。こんなことを真剣に話し出して、俺も苦笑いしてた。嫁もどうしていいかもわからず、困っていた。そして、〇〇さん、以後、A さん、が到着する。見た目は品のある年配の女性で、スーツを着ていた。親父と俺が状況を詳しく説明をする。母親は黙って何か準備していて、嫁は寝てる娘を抱いてた。助かりますかね？助かるかもしれません。おそらくあれなのは間違いない。でも、幸いなことに接触してない。この年頃だと好奇心が旺盛なんだけど、この子自体が勘がいいのかもしれない。何をするんですか？娘は大丈夫なんですか？あなた、信じてないのは仕方ないけど、今は騙されたと思って手伝ってほしい。悪いようにはしないから。ね？正直、うさんくさいと思ってたし、この発言も信じられなかった。親父がいつにもなく真剣で、それに煽られた感じだった。A さんが母親と一緒に準備を始め、途中に。娘さんの髪の毛が欲しい。それもできるだけ多く欲しい。と言ってきた。俺は断ったが、普段おとなしい嫁が半ば強引に娘の髪の毛を切った。なぜか娘は起きず、ずっと眠っていた。もしもの時の変わり身が必要。先に言うが、その人が必要になるときは、変わり身自体が何の効果も持たないかもしれないほど、危ない状況。もちろん、両方死ぬと思うが、それでもいいなら変わり身を立てる。説明は続き、条件として。血縁者である。娘と同じ性別である。年が近い。が条件だった。別に守らなくてもいい。もう、嫁しかいてないんだよね。だけど、俺は一度もそれを口に出せなかったんだよ。家族全員で話し合ったけど、嫁は折れなかった。まだ心から信じてなかったけど、もしものことがあったら、俺は二人同時に大切な人を見殺しにしてしまう。それが怖かった。でも、嫁に説得させられて、代役に決まった。娘の髪の毛と嫁の髪の毛を袋に入れ、そこに A さんが取り出してた紙を入れて、お経のようなものを唱え始めた。それを嫁が持ち、A さんは家の柱という柱に文字を書いたり、紙を貼ったりしてた。そこから特に異変もなく、時間だけが過ぎた。相変わらず娘は寝ていた。だけど、深夜を回ったあたりから異変が起き始めた。外で何かの鳴き声が聞こえてきた。文字にするのは難しいけど。おもうすもうすおもうす。みたいなうなり声に近い鳴き声。それを聞いて、A さんがバタバタし始めた。
親父。本当に気負った。真剣な顔で猟銃に弾を込め始めるのを見て、俺も怖くなってきた。A さんはお経を唱え始め、嫁は娘を母親に預けた。よもうす。よもうす。声が近づいてくると、嫁にも異変が起き始める。ブブ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 ブ。嫁が突然うなり出し、どんどんと窓や壁に当たる。後からわかったんだけど、このどんどんと当たってたものは犬の死骸の一部で、まだ新しかった。親父は何も言わなかったのだが、そういうことだと思う。お経とうなり声、泣き声、ってすごいことになっていた。俺も平静を装ってたけど、内心は死ぬほど怖かった。呼吸もうまくいかず、泣き声が近づいてくることが本当に怖かった。今から、誰も一言も話さないでください。それと、娘さんの口にタオルか何かで塞いでください。今は何をしても起きませんが、念のためにお願いします。事前に話すな。と言われてたんだけど、嫁はすでにうなってた。もう嫁がどうなるのか心配で、泣きそうになってた。ボーモースボーモースブブ。泣き声が家の前で止まると、一定だった泣き声が乱れ始める。赤ん坊、みたいな声が玄関から聞こえてきた。親父は無言で、猟銃を玄関に向ける。A さんはお経を唱え、嫁はうなってる。開けて開けて開けてモーズ。これをそれはひたすら繰り返していた。正確には開けて、と楽しそうにしていたように感じる。玄関から離れようとはせず、ノックもしてこない。俺はなぜかわからないけど、この状態でピザ注文したら、とかわけわからんこと考えてた。いつの間にか嫁がうなるのをやめ、ゆらゆらしてた。ピザ。自分でもなぜか、ピザとか考えたのかわからない。でも、半笑いでそんなこと考えてた。もう俺はパニックで、震えてた。だけど、怖くて動けなくて、ただ玄関の方を見てた。開けてー開けてー。多分、それは10分ぐらい続いた。次第に泣き声が聞こえなくなると、5分後ぐらいには静かになった。嫁はいつの間にか、座ったまま寝てた。どうやら言ったようですね。嫁と娘は大丈夫なんですか？ええ、おそらくは。でも、もうこの時には帰ってこないように。それと深い山にも今後は一切入らないように。あれは諦めが悪いですから。実家に帰れなくなったのか。帰れなくなりました。そんな怖いのがいるのに、一致はそこで生まれ育ったんでしょ。今まで何も聞いてこなかったのか？いえ、特には何も聞いてないです。普通に友達と山付近でも遊んでましたしね。でも、山は例以前に危ないとの認識は教えられてきたのでありました。娘が散歩連れてった犬の死骸じゃないか？おそらくそうでしょう。残骸の一部に毛が残っていて、その毛がそっくりでしたから。A さんの話では、生きたまま食うらしいです。俺自身、このことに興味が湧きました。とは言っても守る術や情報が欲しかったのです。結局、父親は詳しいことは言ってくれませんでした。ですから、直接、A さんにアポも取らず自宅に乗り込みました。A さんは驚いたようでしたが、俺が家族が心配性だと粘ると、自宅にあげてくださいました。自宅は広く、清潔感に溢れていました。あれは何なんですか？言い伝えや呼ばれ方は様々です。一貫してるのは、山に住み、動物を喰らう。という点です。動物に取り付き、山を徘徊します。取り付かれた動物は次第に腐りきる前に別の器を探します。ここから、覚えてるだけ書く。あれは残虐で決していいものではないが、同時に恵みや富をもたらすとも言われている。あれが住む場所はそういう因果があるのではないか。と言っていた。人をさらうこともあり、憑依するか、食うかはわからない。俺も独学で調べてみると、ヒサルキというものを見つけました。姿は娘しか見てないのですが、非常に酷似しているように思えます。ちなみに、娘と嫁に異常はなく、元気です。嫁にあの時のことを聞いてみると、途中から記憶がないようで。以上です。ありがとうございました。家の中に入れてたら、食われてた？ああ、それも尋ねました。わからない。らしいです。A さん自身も、これが二度目らしいです。仙台、の方も同じように追い返したらしいのですが、屋根で暴れたとの話はあっても、家に上がってきたとの話はないとのこと。あれは、こちらが招き入れないと入れないそうですが、接触したものは招き入れるらしいです。A さんはそもそも何者？どうやら一部では有名な人らしいです。家業を継いだらしいのですが、
A さんはご結婚されておらず子供もないので、私の代で終わる。とも言ってました。これから同じようなことがあればどうなるんでしょう。娘が無事でよかった。ありがとうございます。娘に聞いてきました。人間の顔があって、毛がところどころ抜けてた。ぐらいの情報しか得られませんでした。ちなみに、これはどのくらい前の話？3年とちょっとです。でもこれからも襲われる危険性があるってことだろ？怖え。キャンプ地の日帰りぐらいなら大丈夫と言ってましたが、何があるのかわからないため避けてます。うちの家は完全に海派になりました。学校の修学旅行とかどうすんだろ？娘さんも大きくなったら。軽い程度なら行かせるようにしています。あまりに山奥に行く場合には、学校側にはアレルギーの問題と家庭の事情ということにします。最後に、俺も山の近くに住んでいたのですが、山には何か不思議なものがあると思います。地元の人たちは山を恐れ、山を讃え、時に崇めます。遊び半分で行くには危険だと思います。だけど、それでも山には魅力があります。どこにもルールがあるんだと思います。それを守って楽しく行ってください。初めて投稿します。仕事の暇な時に適当に思い出しながら書いたものだから期待しないでね。今日はこの板誰もいないのかな？たまには下手くそな文章でも伝わるといいな。これは僕が大学生だった時の話だ。田舎の学生といえば、基本車か原付で移動することが多く、僕も例に漏れずホンダの原付で大学やバイト先に出かけていた。時には田舎から都市部まで30キロくらい走ったり、それを越えて海まで行ったりもした。便利な足を初めて手にした僕は、どこへでも行けるような気がした。僕は家から10キロほど離れた大型ショッピングモールの、本屋兼雑貨店でバイトしていた。理由は2つ。自由な金が欲しかったのと、母親に迷惑をかけずに就職まで進むための資金稼ぎ。父親を中学生で亡くした僕は、少しでもそうした負担から母親を解放したい、いわば早く自立した男として生きていく気持ちが強かった。田舎では仕事は少なく、給料も安い。近所の畑の学生バイトも季節によりけりだった。そこで少し遠方のところまで足を伸ばして働くことにしたのだ。バイク乗りはみんな知っていると思うが、夏は暑く、冬は寒い。当然、夏は日焼けして真っ黒に、冬は帰ったらすぐに風呂に飛び込んだ。でもバイクに乗るのは気持ちが良かった。風を切って走る爽快感がそれに勝った。そんな気候に悩まされる時期の間、寒くも暑くもない6月にそれは起きた。バイト先のショッピングモールから出て帰路に着いた僕は、いつも通り原付で帰っていた。日が長くなってきてそろそろ帰りもサングラスをかけなきゃな、と考えながら夕方と夜の間くらいの街を走った。日がちょうど落ちるか落ちないかの時で、道中サングラスをかけていないことを後悔したが、走行中に取り出すのもめんどくさくてそのまま走った。幹線道路の車線変更をして橋を渡っていたその時だった。日が強く当たり視界を奪った。思わず目をつむったが、時速60キロで走行中で車も多く、無理やり目を開けた。視界は真っ白でこんなことあるのかと思った。しかし徐々に視界が戻ってきてほっとして、そのまま橋を降りる方向へ向かった。この橋が実は昔から不思議だった。詳細は特定されるかもしれないからぼやかすけど、橋の途中で道路のある種別が変わる不思議な道路で、それゆえに地元住民からはある愛称で呼ばれていた。そういった不思議な道路で、事故も多かったのでいつも警戒していた道路だった。なんとなく事故が多いのは、太陽の光が入り込むタイミングとかなのかなとか考えながら、橋を降りた。そこで違和感に気づいた。その橋を降りた先の道は、いつもすごく混む。それなのに一台も車がなかった。最初はあれ？ラッキーと思って走ったが、次の交差点でも、その次の交差点でも車どころか人一人見つけられない。そのまま走って家に着いた。なんかおかしいような気がしたけど、道中見かける家の明かりはついているし、街灯も信号もついている。その光のみに支えられて家に着くことができた。家に着いたら、母がいなかった。もうすでに辺りは真っ暗でいつもなら母は帰っている時間。これはいよいよおかしいのでは。そう思って母に電話しようとして携帯を取ろうとしてポケットに手を突っ込んだら、いつも入れてるポケットに携帯がない。あれ？と思ってバッグを見てもない。バイト先に忘れたか、それともこの家のどこかに置いたのを忘れただけか、と考えてわからなくなったので、とりあえず自分の携帯にかけてみることにした。
今は昔、家の固定電話があった時で、その固定電話から空で覚えてる自分の携帯電話にかけて耳を澄ませた。どこからもバイブ音は聞こえない。どうやらバイト先に置いてきたみたいだな、とか考えながら受話器を置こうとした時に、不意に違和感を感じて、受話器を耳に当てた。コール音が鳴っておらず、誰かが応答している気配があった。誰かに拾われて、通話に出てくれたのか、それともバイト先の店長か、どちらかの可能性が高い。なんとかするべく話してみた。すいません。その携帯僕のなんですが、そちらはどなたですか？応答はない。僕は耳を澄ませて相手の出方を伺った。かすかに向こうの周囲の音が聞こえる。どこかの店らしく、BGM が流れている。クラシック調の音楽で、曲目が判別できるほどは聞こえなかった。しかしその後も電話は誰も喋らずで、僕は仕方なく受話器を置いた。その瞬間、電話が鳴った。固定電話の番号通知には母の名前。もしもし、どうしたん？こんな時間まで、どこいんの？と僕が話し出すと、母親の声が聞こえた。が、何と言っているかがわからない。なんか電波悪いみたい。聞こえる？もしもし。そう僕が言うと、母の方の声が次第に聞こえてきた。わ、大丈夫？え？なんて？そんな感じで答えていると、不意に地震のように地面が揺れ始めた。うわ、地震。かも。そっちは大丈夫？と答えながらも揺れは大きくなっていく。ねんで。母の声は相変わらず聞こえにくい。地震の揺れが大きくなっていく中、このままじゃまずい、と思った僕は、母親に、ごめん、ちょっと机の下に行くわ、と言って切ろうとした時、母親の声が鮮明に聞こえた。何言ってるの？あんたトラックに跳ねられて、今救急車やろ。え？返事をした瞬間、僕の目の前には白衣の男性がいた。僕の右耳には受話器が当てられてて、僕はストレッチャーの上だった。窓を見ると街灯が素早く移動する。明らかに救急車の中だった。すべてを察して、僕は母親に言った。えらいことになってしもた、ごめん。ほんますまん。そう、僕は途中でトラックと交錯して、事故を起こして気を失って搬送されている最中だった。それまで見た風景は、多分夢かなんかなんだろう。そう思って目を閉じたらそのまま気絶した。次に目を覚ましたのは、いわゆる集中治療室。自分の間近で鳴ったナースコールで目を覚ました。夜中に目を覚ますと看護師がやってきて、安心させるような言葉をかけて去っていった。そこでまた気絶して、翌朝鏡を見て驚愕した。事故の影響でボコボコに腫れていた。医者は笑いながら、大体治るから大丈夫。と言葉をかけてくれたが、目の下の骨を折り、網膜も少し傷が入ったようで、経過観察と絶対安静を余儀なくされた。僕を見て母親と姉は泣いた。僕は本気で詫びた。その時初めて自分の命が自分だけのものではなかったことを知った。入院中はたくさんの人に支えられた。大手術もした。今思えばそんなこともあったな、と思うが、当時は本当に大変だった。もう二度とこんなことになりたくない。そう思った。大学の開校期間中に復帰できた。単位もいくつか落としたが、周りの支えもあり、なんとかなった。そうして時は過ぎていった。僕は大学3回生になり、就活をしていた。就活は本当に大変だった。毎日いろいろなところに行っては、説明会に出たり面接を受けたりテストを受けたりしていた。順調に物事が進むようには思えなかった。そんな時のことだった。大阪、梅田の地下街を就活の合間に歩いていた。僕の就活の息抜きはラーメンで、いろいろな店を探しては食った。今回は担々麺。今もあるかどうかはわからないが、有名な泉の広場を抜けた先にある、本格担々麺の店に向かい、注文した。料理が出てくるのを待っていると、携帯が鳴った。僕は先行の連絡かな？と思い、引きとして通話ボタンを押した。その瞬間、口の中に誰かが手を突っ込んできたのかと思うほど、口が引きつり、喋れなくなった。なんでこんな時に、こんなことになるのか。持病も何もないのになぜ、と思いながら、耳を澄まして相手の声に集中した。後でかけ返せばなんとかなると思った。すると聞こえてきた声は意外なものだった。すいません。その携帯僕のなんですが、そちらはどなたですか？間違いなく僕の声だった。そして彼は電話を切った。その瞬間、僕の口は元に戻っていた。
そんなバカな、間違い電話だろうと思う僕に担々麺が運ばれてきた。食べようとした瞬間僕の耳に聞こえたのは、店内の BGM に使われていた、モーツァルトの呪われし者を抜歯だった。長々と失礼しました。約10年前の出来事で、ふと思い出したのが、まさかの事故った日だったので何かの縁だと思い記念書きこ。面白かった。ありがとう。これ初です。おお、めっちゃゾクゾクしました。ご無事で本当に何よりです。ありがとうございます。というよりゾクゾクさせてすみません。今は元気に暮らせてます。事故の時の記憶、意外にその後のリハビリとかが大変で忘れがちなんですよね。しばらくはあの橋、怖くて渡れませんでしたが、先日桔梗の檻に試しに通ってみようと思って車を走らせていたら、バイパスの合併か何かで形が変わってました。通ってみましたが、何も起こらなかったです。確かにゾクゾクした。面白かったです。10年前と同じ番号にちょっと引っかかったけど、別に変じゃないか。事故も過去の自分からの電話も、大学生時代の話だから10年同じ電話番号ではないのでは？まあ10年同じ電話番号でも別におかしくはないけど。前半だけ読むと、人のいない道路を進んだ以降の出来事は、事故で意識混濁して夢みたいなものを見たんだろうと思うけど、バックにレクイエムが流れる未来に電話が繋がっちゃったってことは、ただの夢じゃなくて、かなり死に近いところにいたんだろうね。未来の自分と話してたら危なかったのかも。未来の自分の声が出ないようにしてくれたのは守護霊とかお父さんとかかもしれないね。それで、そのまま無人世界にいたらやっぱりまずかっただろうから、お母さんの電話越しの声が無人世界にも届いて、現実に引き戻してくれたのかなって思った。BGM の曲名どういうこと？投稿主が呪われてるの？なんかした？呪われし者たちを抜歯は、レクイエムの一節で、レクイエムには元の詩にいろんな作曲家が曲をつけてるんだけど、そのモーツァルト版ってことなんだけど、呪われし者って意味的には、罪深いもの、最後の審判で罰されるもの、くらいの意味だから別に呪われてるってことではないと思う。ただ死者のためのミサで流れる曲だから、生と死の境にある状態で耳に入るのはやっぱり不吉な感じはするかも。事故物件。よくテレビで見聞きするワードですが、私は20代の頃に実際にそんな物件に引っ越してしまったことがあります。あの時味わった恐怖は今でも鮮明に覚えています。当時私は、住んでいた部屋の契約がもうすぐ切れるということで、不動産屋で働く友人に、いくつか部屋を紹介してもらっていました。目星物件はいくつかあったのですが、私はとにかく家賃が安い部屋を希望していたので、友人に頼み込んで立地条件と間取りが条件に合致し、何より家賃が異常なほどに安い物件を紹介してもらい、内覧に行きました。友達としてここはマジで住んでほしくない。本当にそれでもいいのか？と、本当は客に言うべきではない事故物件であるという事実を、事前に私に教えてくれた優しい友人は言いました。詳しいことはわからないが、人が複数人この部屋で死んでいることは事実で、最近入居した人はみんな1ヶ月も持たずに退去していたのだとか。それでもそんなことを気にも留めなかった私は、愚かにも内覧をしてすぐに契約に踏み切り、その物件に引っ越すことになりました。普通に綺麗で、言われなければ誰も事故物件などと思わないであろうその物件は、一人暮らしには広すぎるくらいの広さがあり、内覧した瞬間から私は気に入りました。そしていざ引っ越して物をすべて収めてみても、余裕の広さがあるその部屋をさらに気に入った私は、引っ越した日の夜に彼女を部屋に招待して、ささやかな引っ越し祝いをしました。前の部屋より全然いいね。私も早く一緒に住みたいな。事故物件だということを知らせていなかった彼女も、この部屋をとても気に入ったようでした。そして二人でピザを頬張りながら、お酒を飲んでお祝いをして、この日は彼女が泊まっていくことに。すると早速異変が起こりました。寝る前にシャワーを浴びに行った彼女を、蛇の間でテレビを見ながら待っていた時のことです。いきなりテレビの電源が切れ、なんだ？と思いながらも再び電源をつけると、すぐにまた電源が切れました。テレビの故障かと思いながらも、再びテレビの電源をつけるとまたすぐに電源が切れたので、私が諦めてリモコンをテレビ台に戻そうとした時に、ふとテレビ画面を見ると、私が先ほどまで座っていたあたりにはっきりと白い影が見えました。驚いて振り返ってそのあたりを見ても何もなかったので、
気のせいかと思ってまたテレビ画面を見ると、今度は私のすぐ背後にその白い影が。しかも今度はうっすらと正気のない男性の顔が見えてしまいました。驚きと恐怖で私が一人でラーラーとわめき散らしていると。どうしたの？と彼女がお風呂場から急いで飛び出してきました。ごめんごめん。なんでもない。飲みすぎたみたい。と、冷や汗をかきながら言う私を、心配そうに見つめながら彼女はお風呂場に戻り、私は深く深呼吸して一旦落ち着こうとしましたが、どう考えても幻覚ではなかった先ほどの現象に頭の中はパニックになり、私の中に少しずつ後悔の念が溢れ出ました。しかし、最初からわかってたことだ。このぐらいなんとかなる、と自分に言い聞かせて、彼女の前では無理やり平静を装いました。しかし異変は続きました。彼女と一緒に茶の間の横の部屋でベッドの上で就寝し、深い眠りについていた時のことです。深夜3時頃、なぜか目が覚めた私はふと茶の間の方を見ました。すると肉眼ではっきりと白い影が横切るのが見え、私は凍りつきました。今度は肉眼で、しかも一つではなく複数の白い影が茶の間で浮遊していたのです。やばい、やばい、と思いながらも、横で寝ている彼女を守ろうと必死に身構えていると、今度はお風呂場から。と、一人でにシャワーが流れる音がしました。そして、と、私たちが寝ている部屋の中を誰かが歩く足音がはっきりと聞こえ、私は彼女を抱きかかえて布団を思い切りかぶりました。やばい、マジでやばい、と彼女を抱きかかえながら震えていると、足音は消え、シャワーの音もいつの間にか止んでいました。とりあえず一旦恐怖が去ったと、安堵していたのもつかの間、今度は寝室の壁を、と叩く音が聞こえ、さすがに彼女も目を覚ましました。何何？何の音？と、突然の騒音にパニック状態になる彼女。私は彼女をぐっと抱きしめ、音が止むのを待ちました。数分後に音は止み、音が止んだ後も怯えていた彼女に、正直にこの物件のことを話すと、彼女は泣きながら。そうなら先に行ってよ。こんな家早く引っ越して。と私に切れてきました。切れられても当然。と彼女に誠心誠意謝り、とにかく部屋を出たかった私たちは車に移動して車中泊をして朝を迎えました。翌朝、彼女を家に送り届けて恐る恐る部屋に戻ると、部屋の中はありとあらゆるものが散乱し、地震でも起きたかのような荒れ具合になっていました。私は身の危険を感じ、部屋を紹介してもらった不動産屋の友人に電話をかけて事情を説明しました。すると、だから言ったのに、お前そんな部屋にいたら死んじまうぞ。と、呆れた様子で言いながらも、優しい友人は、なるべく安く、すぐに退去できるように手配してみるけど、少し時間かかるわ。と言ってくれました。そして、何より一旦、彼女と一緒にお払いしてもらえ。部屋には退去が決まるまで戻るなよ。と友人に勧められた私は、彼女と一緒に地元で有名な住職さんのところへお払いをしてもらいに行きました。住職は私たちを見た瞬間に、これは、ひどい目に遭いましたね。と私たちが言わなくても私たちに降りかかった出来事を見抜き、すぐにお払いをしてくれました。お払いが終わると、付き物が取れたようにすっと肩が軽くなった気がして、とても安心した気持ちになったのを覚えています。すると住職が、あなたたちが今住んでいる部屋は怨霊の住処になってしまっています。と身も凍るような事実を教えてくれました。住職が言うには、建物に問題があるというよりは、土地そのものに遥か昔から問題があり、私が入居した部屋で最初に自殺した人の霊が、その土地の問題をさらに大きくしてしまったんだとか。最初に自殺した人が、もともと土地についていた怨霊に取り憑かれ自殺したことにより怨霊になり、次から次へと自殺者や事故死する人を増やしていき、怨霊が増える負の連鎖ができてしまったと住職は教えてくれました。そして、早く引っ越しした方がいい。あなたたちもすぐに取り憑かれてしまう。という住職の言葉が、私の愚かな決断がいかに軽率だったかを思い知らせてくれました。それから一週間ほどで不動産屋の友人が退去の話をきれいにまとめてくれて、事情をよく知る大家さんがタダで退去をさせてくれました。実質一日だけの恐怖体験で私はその物件から解放されたのですが、何より恐ろしいのはその物件が今もなお存在していて、普通に入居者を募集していることです。命が惜しい人はどうか、絶対私のように家賃の安さに惹かれないでください。
自業自得なんだけどマジで怖い体験をした。俺は陰キャバリに目元を隠した伸びきった髪をカットして、髪もほんの少し茶色に染めて大学デビューしたんだけど、そのおかげか、大学ではゼミとか必修科目で一緒になったやつと仲良くなれて友達ができた。ああ、これで4年間ぼっちは回避できたわー、とか喜んでた。最初の友達ができたらあとは数珠つなぎってほどでもないけど、よく講義が重なってるやつとかも知り合いになっていって、気がついたらプライベートでも遊びに行くような友達が3人できてた。この話にはあんまり関係ないけど、仮にその友達は A、B、C にしとく。で、A たちといつものように校内で会ったら漫画とかアニメの話で盛り上がってたんだけど、急に今まで見たことないやつが話しかけてきた。仮にそいつを X とする。X は教室の入り口から全体を見渡すように中を覗いてたから、最初は誰か探してんのかな程度に思って、そこまで気に留めてなかったんだが、俺と目が合うとにやりと口角上げてこっちに歩いてきたんだ。え、俺？誰あれ？って感じでちょっと挙取りつつも、俺は A たちとの話を離脱してこっちに近づいてくる X を見てた。それで X は俺のそばにやってくると。もしかして〇〇？三角三角項の。ってすげえ気さくに話しかけてきた。X は俺よりも上勢がある陽キャよりの人相をした男なんだけど、間近で顔を見てもマジで知らない人だったから、へ？ってすっとんきょうな声が漏れた。誰？高校の知り合い？俺、B、よろしく。俺もよろしく。困惑している俺をよそに、なぜかコミュ能力に長けた A たちは X に挨拶して、X も。俺、X、よろしくね。って笑顔で答えてた。で、その時に X が名前を言ったんだけど、それでも高校にそんな奴いなかったから、ここで俺はこいつが誰かと勘違いしてるんじゃないかと思った。誰かと勘違いしてませんか？俺、会ったことないんですけど。俺がそう言うとさっきまで笑顔だった A たちは、え？と真顔になって X を見た。だが、X はひるむことなく。いや、俺だって。あんま話したことないけど X だって、マジで覚えてないの？ひでえ。と言ってきた。X の返しに A たちも。お前そりゃかわいそうだろう。とか言って X と一緒に俺を煽り始める。いや、でもマジで同じ学年にも X なんてやついなかったと思うが、と、俺は必死に記憶を遡るが、どうしても思い出せなかった。というか、X は結構顔立ちもいいし背も高いから、たとえ別クラスでも学校ですれ違えば印象に残るだろうし、話したことあるならなおさら覚えているはずだと思い、少し怖くなった。そしたら X が、マジで覚えてねえの？とか言いながらスマホを取り出す。当時の iPhone の最新機種だったからちょっと羨ましかったが、X は1枚の画像を表示させて、俺たちによく見えるように机の上に置いた。そこに映っていたのは、おそらく俺が高校3年の時の文化祭の打ち上げで、食べ放題の店に行った時のものだった。確か他クラスと予約した店が被ったから合同になったんだっけ、と思い返しながら、随分と多くの生徒が映り込んだ集合写真を見つめる。長テーブルを囲むように、つい数ヶ月前まで着ていた学生服に袖を通した学生たちが、カメラ目線で各々好きなポーズを撮っていた。もちろん、俺は陰キャ寄りだから端の方で埋もれるようにしてうつむき加減に映ってた。お前地味。A たちは俺を見つけるなり笑ってたが、俺はそれよりも X を探すのに夢中だった。俺、ここ。X は俺が見つけるより早く自分から指を指してくれた。そこには笑顔で映っている制服姿の X がいた。確かに俺と同じ高校に通っていたようだ。な？おう。ごめん、マジで覚えてない。ひでえ。X が俺と同じ高校に在籍していたのは分かったが、それでもやはりピンとこなかった。まあいいや。高校じゃそんな話さなかったから、ちょっと話してみたくなっただけだから。X は俺が覚えていなくてもそこまでショックじゃないのか、ヘラヘラしてた。まあ、また今度遊ぼうぜ。俺次の講義行くからまたな。この時、X は特に落ち込むこともなく、なんかおしゃれなリュックを肩で担いでさっそうと教室を出て行った。A たちが、またなぁ。って手を振ってたけど、俺は X の後ろ姿をじっと見つめながら、すでに立ち去った X が本当に知り合いなのかずっと考えていた。すると C が、お前、本当に思い出せねえの？俺だったらあれは忘れない自信あるわ。とか言い出す。それな、絶対カースト上位。と、A が続く。ただ、
そんなことを言われても思い出せないのだから仕方がない。そして、この日から俺は X という記憶にない男のせいで悩まされる。X は校内ですれ違うたびに話しかけてきた。俺と被ってる講義の内容から始まり、俺が何かリアクションすると。お前、変わんねえな。と昔馴染みみたいな反応をする。だいたいいつも A たちのうちの誰かと一緒に行動することが多い俺は、その反応を、そうか?あはは、と愛想笑いで受け流すが、X が俺の昔の話を持ち出すと、A たちの誰かが食いついて昔話に花が咲く。X の昔話はどれも俺の記憶にも新しいものだった。体育のサッカーでずっこけて膝をすりむいた話。女子が某アプリの動画を撮るときに俺が背景に映っててからかわれた話。そんなくだらなくも、記憶に残っている話を語る X。だが、その度に俺は自分の記憶を疑い始めた。確かに記憶にはあるんだが、やっぱりその場に X がいた記憶はないし、学校で出会ったこともない。それなのに俺が、それ誰から聞いたの?と聞けば、X は、いや、その場に俺もいたし。と返してくる。そういった記憶の食い違いが多すぎて、俺は X のことを気持ち悪く思い始めた。そんなある日のこと、またいつものように X が俺たちのグループに混じって談笑してたんだけど、俺の地元の駅が改装工事しているといった話の流れで、X はこんなことを言った。そういや、お前んち〇〇行った先の三角三角過ぎた近くだったよな。懐かしいな。え?X は俺の近所の詳細を知っていた。マジでなんでこいつ俺んちの場所知ってんの?って思った。その時は、いや、なんで知ってんの?って平静を装ってごまかしたが、すぐに X が、だって行ったことあるし。と返したから、またそこで内心驚愕して固まってた。マジで知らない奴から一方的に知り合いのように振る舞われたら戦慄する。高校時代の話ならいざ知らず、実家も知られているとなればマジビビる。ちなみに俺は今大学進学を機にボロアパートで一人暮らししてるんだが、その日は帰宅してすぐに母ちゃんに電話して、X について覚えてないか聞き出した。母ちゃん、X って覚えてる?高校時代の友達みたいなんだけど。俺は母ちゃんに X の特徴を教えたが。そんな子知らんね。家に来たことあるの?いつ?覚えとらんわ。と、やっぱり記憶にないどころか、LINE で写真を見せても見たこともない子だと言っていた。ちなみに写真は X を含めた A たちとカラオケに行った時の写真を送った。そして、俺は別々の大学に進んだ数少ない連絡先を知る友達にも、X について聞いてみることにした。ついこの間まで遊んでいた関係だが、大学進学以降連絡を取ってないと緊張する。スマホを握って相手の返信を待つ傍らでそわそわ貧乏ゆすりしてると、数十分後に返信が来た。いや、覚えとらんわ。それが一人目の返信内容だった。その後、二人目、三人目の返事も来たが、全員 X なんて知らなかったし、写真を見せても学校で見たことがないと言っていた。そのせいでいよいよ俺は X が怖くなってきて、翌日からは警戒心マックスで接し、ほとんど無難な相槌ばっかして会話がままならなかった。そんな不自然な俺の態度を見かねたのか、A たちから。お前、X と喧嘩でもした?と聞かれた時は、どう答えていいものか悩んだ。なんかすでに俺が X のことを忘れている図式が出来上がってたから、その勘違いから解かなければならなかったからだ。まあ、面倒なのもあったが、さすがに X がなんで俺に近づいてきたのかわからないから、A たちに本当に X とは面識がなかったことを告げることに決めた。え、マジで知らんやつなん?なんそれ、怖。お前なんかしたんじゃねえの。A たちに俺なりの調査結果を話すと、三人とも半笑いだがちょっと怖がってるように見えた。それもそのはず。一見して X は爽やかな好青年。A たちは X が俺の高校の知り合いだと思ったからすぐに馴染んでいたが、実はそいつは俺と何の関わりのない全く知らない男で、目的もわからず俺と知り合いだと言い張って近づいてきたと明かされたら戦慄ものだ。俺が男だからこんな反応で収まってるけど、俺が女だったら完全に事件の匂いしかしないと思う。しかし、ただ怖がってるだけじゃ何も進展はしない。そんな折、A が。てかさ、前に見せてくれた打ち上げの写真。他のやつも撮ってたんだろ?参加してたやつに X が写ってるかどうか確認させてもらえば?と提案してきた。つまり、A はそもそも X が俺たちに見せた写真が、合成ではないかと疑いを持ち始めた。
X が見せてくれた写真が文化祭の打ち上げ写真なら、どうせ参加した奴の何人かは写真を何枚か撮っているはずだ。その写真の中に X がおらず、同じ構図で違う人が写り込んでいれば、あれは X が作り上げた合成写真で決まりとなり、やっぱり X は俺の知り合いじゃなかったことになる。俺はすぐに地元の友達の何人かに打ち上げの写真がないか尋ねてみた。返事が来たのは夕方以降だったが、おかげで何枚か違う構図だが、打ち上げの写真を LINE で送ってもらえた。それで、一枚一枚確認していくと、X が見せてくれたのと同じ構図の写真を見つけ出した。そして、X がいた箇所を見ると、そこには X とは異なる高校時代のクラスメイトの顔があった。ほうって変な声が出たが、これで X が見せた写真は、この写真を合成したものだと確定した。X は写真に写るクラスメイト一人の顔に、自分自身の顔を合成していたのだ。俺はすぐに A に通話して、すげえ、マジで合成だったわ、と興奮混じりに報告した。でも、A が。それが分かっても余計に怖くなるだけだけどな。と別の意味で興奮した声で言われて、ちょっと冷めてきた。俺は X に何かしたのか？見る限りは面識はないはずだが、どこかで恨みを買ったのだろうか。そんなことを考えると不安に押しつぶされそうになって動悸が激しくなった。あまりに怖くなってきたから A に、俺、刺されんの？って聞いたら、平坦な声色で。刺すつもりなら一緒にカラオケなんて行かなくね？と帰ってきた。確かに言われてみれば、X の目的は不明だが、これまでの行動を思い返してもただ普通に遊んでいるだけで、本人も大体楽しそうに過ごしてた印象だ。まあ、X が人畜無害な爽やかな印象を抱かせるせいで、俺が忘れていると思い込んでしまったのが発端だが、結局そうなるといよいよ X の目的がわからない。マジで俺と仲良くなるために嘘をついたのか？俺って男にモテる？知らんし。最悪、X が難色ではないかと疑い始めた俺だったが、A に冷たくあしらわれた。まあ、いくら考えても答えが出ない問題もある。A は俺に。直接聞くしかなくね？というが、なんと聞き出せばいいのだろうか。地元の友達に聞いて回ったけど、やっぱり X のこと誰も知らんし、あの時見せてくれた写真は合成だろ？って聞けばいいのか？何か聞いた瞬間、X が表現して俺が襲われるなんてことはないよな？そんなネガティブな想像ばかり浮かんで消極的になっていると、A は。じゃあ LINE で聞けば？向こうもバレたらもう近づいてこないんじゃね？と言ってくれたから、X に LINE で問い詰めることに決めた。ちなみに LINE は X が俺たちのグループと話すようになって、初めてカラオケに行った時に交換してグループトークを作ったんだが、対面でトークを送るのは初めてだ。まあ、頑張れ。骨は拾ってやる。A の後押しを受けた俺は通話をそのままにして X とのトーク画面を開き、地元の友達に確認したけど、やっぱり俺と X って知り合いじゃないよね？写真は合成したの？と送った。なるべく攻撃的じゃない優しめの口調を意識して打ち込んだ。マジドキドキするわ。別に話した感じ危ない奴には思えんかったけどな。俺は X に打ち込んだ文章を送信した後、A と他愛のない会話をして緊張をほぐしていた。するとわずか3分ちょいくらいで X からメッセージが返ってきた。俺は通知に驚きながらも、あ、X から返信、と A に伝えると、A は、早、怖い、とはしゃいでいた。A が面白がってくれているのが今の俺の心の支えだ。だが、X の返信内容を見て俺は口をつむぐ。え？もうバレた？お前んち行けるくらいは騙せると思ったのに。くっそ。俺はすっかり縮こまった声で X の返信内容をそのまま A に伝えると、A は、やべえやつだったな。と通話越しでも手にわかるくらいに引いてた。てか、X は俺を騙して何がしたいんだ。俺の家に来て何かあるのか？もしくは何かするつもりだったのか？もはや、大学で会ってた X とは別人のような文章を見て、俺は心底震え上がった。そして、X からほとんど感覚を開けずに次の文章が表示される。で、俺のことはマジで思い出せない？俺だよ、〇〇。小学校の時一緒のクラスだった。え、小学校？そんな大昔のことはマジで覚えていない。一緒に中学、高校へと進学した何人かは覚えていないこともないが、〇〇という名前の男の子は同じクラスにいたような、いなかったような、思い出せない。そうやって記憶の引き出しを一つずつ開けていると、また X から通知が来た。
今度は写真が送られてきたが、それは小学校の何かの行事で撮ったであろうクラスの集合写真。その写真にはわかりやすく赤い丸で一人の男の子が囲われていた。そして、続けて X から。それが俺、〇〇。と送られてきた。俺はその写真の男の子に見覚えがあった。というより、今の今まで忘れていたが、そのおかっぱ頭に近い卵頭の男の子は、間違いなく小学校の頃のクラスメイトだ。だが、その男の子は確か5年生に上がる頃に転校してしまったと記憶している。俺は、確かその子、転校したと思う、と送ると、X から。なんだ覚えてるじゃん。よかった。と帰ってきた。俺は文章に草を生やす X のテンションに引いていたけど、もしかして俺と X は小学校時代は結構仲が良かったのかもしれないと考え、X は大学で俺を見かけて驚かすために、いわばサプライズでこんなことをしているのかと思いたり、ちょっと余裕が出てきた。それで通話中の A に、なんか、俺と X、小学校時代の友達かも、と明るく話すと、A は、なんそれ、と笑ってくれた。なんだ、X は俺を驚かすためにからかってたのか。そう思うが、それでも小学校時代の記憶はなかなか思い出せない。X イコール〇〇という男の子ということまでは分かったが、〇〇と遊んだ記憶が思い出せずにムズムズする。そうやって気楽に構えていると、俺は再び恐怖に落とし込まれた。じゃあ、お前が俺をいじめたことも思い出したか？え？俺はまだ覚えてる。マジで死にたかったし、お前のせいで親ともうまくいってない。まあ、でもお前も思い出してくれてよかったわ。こいつは何を言ってるんだろうと思った。俺がいじめ？しかも相当に恨まれるくらいの加害者？俺がそんなことをするわけが。そう思った瞬間、俺は目の前の画面に映る〇〇の写真を見て、断片的な記憶が蘇ってきた。俺は、〇〇をいじめていた。最初は運動音痴な〇〇をからかって小突いたりバカにしたり、当時流行ってた膝カックンしたりしていた。それが筆記用具とか物を隠すようになり、いつしかノートに落書きするようになり、誹謗中傷の内容を綴るようになった。トイレの個室に入った時にはうんこ野郎とか言ってバカにした。水泳の授業の時は下着を隠した。一つを思い出すと、次から次へと記憶が蘇った。だが、どれも俺一人でやっていたわけじゃない。俺だけじゃないはずだ。でも、俺は確かに〇〇をいじめていた。まあバレたならしょうがないけど、4年間よろしくな。目の前の文章を目読する。X の異様なテンションは全て俺のせいだったのだ。俺は先ほどからしきりに。おい、〇〇、返事しろ。と呼びかける A を無視するように頭を抱えた。結局、X は俺に近づいた目的も、俺に何をするつもりなのかも、明確に教えてくれなかった。そして X は、ただ、よろしく。とだけ俺に伝えると、LINE のトークから退出した。当然、俺は通話中の A に、実は X は俺が小学校の時にいじめていたやつでした、なんて言えるはずもなく、ごめん、明日話す、とだけ伝えて通話を切った。その晩、俺は明日には X が A たちに全てを話すかもしれないと考えて、満足に眠れなかった。俺が元いじめっ子だと知れば、A たちも俺に塩対応になるだろう。せっかくできた友達も疎遠になる。大学のゼミ仲間にもきっと知れ渡る。俺は蔑まれてこれから4年間ぼっちになるかもしれない。情けない話だが、俺は X をいじめていた過去を食えるより、その過去を知られて俺がはぶられるかもしれないという孤独を恐れていた。だが、翌日、憂鬱ながら講義を休むわけにはいかない俺は大学に行ったが、A たちは普通に接してきた。お前生きてたか。A が気さくに声をかけてくれるから、俺は思わず、おう、とキョドると、A は、どうした？反応機も、と笑う。X から何も聞いてない？俺がそう尋ねれば、3人は何のことかわからないといった表情を浮かべた。それで A が、もしかしてマジで喧嘩になった？と斜め上の想像を働かせたので、俺は A たちが本当に X から何も聞いてないとわかり、適当に、まあ、うん、と相槌を打った。X が何を考えてるのかわからないが、俺は大学生活を4年間ぼっちで終えたくなかったんだ。そんなことがあってから1年以上経つが、X は未だに俺に復讐をする気配はない。X が正体を明かして以来、俺や A たちに近づくことはなくなったが、同じ大学に通う手前、たまに校内ですれ違う時は多々ある。
X は X で他の友達と話しているところを見かけるが、X は俺と視線が合うと決まって笑うのだ。その笑顔を見るたびに、X は俺に、いつでも仕返しできる。と言ってるようで、俺はいつも目をそらして足早に立ち去っている。X は俺のアパートも、実家の住所も過去も友人関係も全て知っている。でも俺は X の住んでる場所も転校後のことも知らないし、そもそも小学校時代の記憶もほとんど覚えていない。だから、俺は X の恨みの強さがわからない。そして、つい最近、俺の住んでるアパートは大学から電車で6駅くらい離れているんだが、駅を降りたところで X を見かけたことがある。そのせいで、もしかして X は俺の私生活を監視しているのでは？なんて考えが頭から離れなくなって、今では寝不足でクマがひどい。それでも X は何もしてこないのだが。俺は今でも毎日、今日こそ X が何かしてくるかもしれない、という恐怖に怯えながら生きている。作業ははかどりましたか？また一緒に作業しましょうね。では、またねー。